Bonjour! 話そうフランス語1分レッスン。フランス語講師のエスコです。今日も楽しくフランス語を勉強しましょう。今日のお題は、素晴らしい、すごい、素晴らしいですねといった時に使う言葉、何だかご存知ですか？ Très bien! Très bien! Wow! Très bien! こちら、聞いたことがある人もいるんではないでしょうか？Très、非常にとか、すごくといった意味があります。そして、bien、bien、いいね、いいよ、良いといった意味があります。こちらを合わせて、すごく良い、すごくいいですよということから、素晴らしいといった意味で使うんですね。こちらは使い方よりも発音についてお勉強しましょう。トレビアンなんて、カタカナで覚えてる方も多いんじゃないでしょうか。このフランス語特有の発音、レ、レ、このレの音、トレビアン、レ、レというふうにちょっと難しいと考える人は結構多いんですけど、もうちょっと一歩踏み込みましょうか。今日はトレビアン、この R を意識した時にトレビアンという人が非常に多いんです。何が違うかわかりますか？ Très bien、 Très bien、 こちらと Très bien、 Très bien、 カタカナで表してしまうとトと書いてしまいそうになるんですけど、フランス語は子音と子音が並ぶことがあります。こちら T の後に R が来ていますね。 Très bien という時には T の後に O とか母音が入っちゃうんですね。この音を入れない音っていうのわかりますか？トレビアンではない音、よく聞いてみてください。こちらが T の発音です。母音はついていません。そして先ほども言いましたレ、レをくっつけるとどうなるかというと、トレ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 ではないですね。トレ、トレ、ほぼ同時ぐらいに言ってますね。といった後にトレ、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 こちらが今日のポイントです。トレビアン、トレビアン、わかりましたか？しっかり聞いてみてください。そして発音してみてくださいね。Très bien。Très bien の表現でした。À bientôt! Au revoir!